そういえばさ、ゆうひは彼女いるんだっけ？え、何急に。どうなのよ。いや、まあ、今はいないけど。出た、今はとか言うやつ。じゃあさ、好きな人いるんだ。いや、まだ何も言ってねえじゃん。じゃあさ、どうやって告白するの？いや、告白なんて、そんな。イメージよ、イメージ。なんか、あるじゃん、この理想の仕方みたいな。例えば…僕と付き合ってください。ごめんなさい。振られてんじゃん。いや、おかしいな。めっちゃ食い気味だったし。え、何？食い気味に振られる妄想してるの？いや、してねえよ、そんなこと。いや、ちょっと、もう一回。好きです。付き合ってください。ごめんなさい。逆ってか、何振ってんの？もったいない。いや、なんか間違えちゃった。じゃあ、見本見せてあげる。ごめんなさい。いや、私まだ何も言ってないんですけど。いや、あのさ、そんな笑うならじゃあもう一回やってみなよ。あ、じゃあ、こんなのはどう？君という花にはハチ、つまり僕が必要だろう。君の蜜をチューチューペロペロくんかくんかしたいな、子猫ちょん。さあ、僕の胸に飛び込んでおいで。却下。なんでだよ。女子はこういう子、甘いこと言われたいだろ。いや、なんかもっとこうさあ、お願いです。オラと付き合っておくんなまし。は？何べ。いや、俺そんな風に見えてんの？ちょっと間違えちゃった。いや、ちょっとじゃねえだろ。もっと真面目に考えてくれよ。分かった分かった、ちゃんとやる。僕と付き合ってください。はい。誰今、誰も分かんない、急に現れた。もう、りょうくん、早く捕まえに来ないと行っちゃうぞ。じゃあ捕まえて。待ってよ、クルトン。チューチューペロペロクンカクンカしちゃうぞ。今のは桃園の妄想？え、私何もしてないよ。二人を別れさせるには。おっしゃー。